陸上自衛隊の中部方面総監に堀井泰三陸将が着任し、今日伊丹駐屯地で着任式が行われました。陸上自衛隊の中部方面総監は近畿や東海、北陸、中国、四国の2府19県の防衛などを担っています。昨日付で第36代総監に着任した堀井泰三陸将は秋田県出身で、これまで北海道帯広市の第5旅団長や熊本市の第8師団長などを歴任。着任式では自衛官およそ300人に向け、部隊を強く、隊員を幸せにしたいと抱負を語りました。いつどこで何があってもしっかりと仕上がった部隊を派遣しなければならないと、将来のある若い隊員たちが安心して暮らせるようなこと、そういったようなことをやはり考えていかなければならないということから、私これから中部方面隊を統率するにあたっては、部隊を強く、隊員を幸せにと。式の後の記者会見で堀井総監は、新型コロナウイルスのオミクロン株感染者が次々と確認されていることに触れ、3回目のワクチン接種協力についても厚生労働省と連携し積極的に取り組みたいと述べました。